ことだと思うので、はい、まあ、今日の試合も、まあ、木村選手もそうですし、染谷選手も楽しみにしたいなと思います。一方のガンバは好調の東京ヴェルディ、特にスリーバックをどう攻略していくか。山下が牽制します。中央ちょっと当たってボールキープ、それの無理はしない斉藤光介、左足振るリフレクションがありますが、染谷狙った、ここもナイスブロック、体を張った、素晴らしい守備を見せました福岡。29度ですけど、そうですね、私中をちょっと振り返って斉藤、左足まだ打たない、左足ここで打つ、リフレクションあって内堀、よく飛びつきました。そして繋いで鈴木徳馬です。縦鈴木徳馬、ウェルトンが動き出す、ダワン、ダワン、ダワンが打つ、正面です。ここはファウルの判定です。いやー、今日はこの対木村に対しては中谷、福岡ともにお互いにかなりタフに行きました。ここで前半終了の笛です。どうでしょう、バクさん、重要になってくるんですか。まあ、勝ち方は重要ですけど、はい、まず勝つということが一番大事だなと思いますから、まあ、天皇杯やっぱこのベスト4残ってるっていうのは選手たちの自信にはなってると思いますし、はい、やっぱ何よりもタイトルですね。鈴木徳馬、宇佐美奈寄せる、鈴木徳馬、左の黒川、ここでクロスを上げてきます、山田光太、最後フィニッシュまで持っていきました。小助が行く、クロスを上げる、ヘディングで跳ね返します。クロス上げてきました、流れたところ、うん、木村雄大反転シュート、ここもブロック、木村雄大打つ、いやこの辺りのゴールに向かう矢印です、木村雄大。いや、ね、今の角度から、まあ、ちょっと両チームもうちょっとシュート打っていいですけどね、なんかシュートというふうに思う場面は、何度かおっしゃってくれてますからね。おー、ここ入ってきました、パス、うん、ボックス内、抜けていく、抜けていく、いや市森、いや、ここはよく止めました。まだただ東京ヴェルディボール、おー、かさって奪っていく、坂本が行く、山下が走る、そこにボールが出る、中は宇佐美、いい、山下、山下のシュート、ナイスキーパーマトゥース、これぞ緑の守護神。今右のポジションに取っているこのベルトンです。右にベルトン、左にファンガラーのポジションを入れ替えてます。福岡翔太、いい位置、坂本、伊佐から宇佐美、宇佐美からダワンが抜け出してきた、先制ガンバ大阪、なんと飛び出してきましたダワン、今シーズン3点目、9試合ぶりのゴールは価値ある先制点、ガンバ1対0です。よく抜け出してきました、うん、素晴らしかったですね。ここのまず差し込みが良かったのと、はい、この坂本選手のワンタッチが良かったですし、点取るためにはどういう風にしていくんだっていうのをね、耐えればいいっていうものでもないですし、そうですね、それが非常に難しいですよね、はい、ボールキープする、前向く、前向く、シュート打つ、うん、ここは市森の正面でした。上福監督は斉藤に少し言葉を託して、斉藤は声を選手たちにかけました。ミキ、中、流れていったところ、坂本狙ってきた、これぞ東京ヴェルディ、中盤最後に同点に追いつきました、1対1、やっぱね、シュートなんですよ、リフレクションあって最後の一振り、1対1同点です。もうね、釣ってますから、はい、もう全てをこのここまで出し切ったって感じでしょうね。やっぱここ打たないとダメなんですよ、打つからこういうディフレクションがあって、はい、こういうふうにゴールなんですよ、うん、決めたのはキャプテンの一撃。ちょっとやっぱりこのね、福岡選手も足だけで行ってしまったんで、はい、やっぱ足だけで行ってしまうとああいうふうになるので、やっぱ今ここでもちょっとステップをして、ステップをしたらもう少し遠くにも出せるんで、外に弾けたと思うんです、うん、中田反転打たせない。さあカウンターに行きたいんですが、ここで試合終了の笛です。死闘は1対1で決着、うん、先制はガンバ大阪、追いついたのはキャプテンの一振り。